ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブンは12月17日に発売されるプレイステーション4とプレイステーション3で遊ぶことができるジョジョの最新ゲームだ。各部から主要キャラクターが多数参戦し、自由にコンビを組んで戦える。ジョジョならではの様々な能力が立体的なステージで再現され、奇想天外なバトルを繰り広げる。ジョジョたちの新たな冒険が今幕を開ける。我がドイツの科学力は世界一！ドイツ軍人ウドルフォン・シュトルハイム。シュトルハイムのバトルスタイルはゲルマン民族の最高知能の結晶。体に搭載された2つの装備を使い分けて戦うぜ。スタイルアクションで2つのモードを切り替えることができる。重機関砲モードでは機動力の高さに加え、長い射程と高速連射が特徴的な重機関砲を使えるぜ。弾丸を打ち尽くしたら紫外線照射装置モードに切り替えて中距離戦に挑みな。紫外線照射装置モードでは2人の部下を呼び出して広範囲にガード不能な紫外線を照射する。紫外線照射装置は吸血鬼や柱の男に効果絶大。部下と連携して照射することで広範囲を制圧することが可能。ピンチになったら玉砕覚悟で反撃だ。スペシャルコスチュームを紹介するぜ。お前をどのぐらいの肉片まで細切れにすれば。仲間と繰り出すデュアルヒートアタックで強烈な一撃を決めるんだ。貴様にとどめをかかるなさい。ガーッとするぜ。ドイツ軍人ルドルフォン・シュトルハイム。彼を待ち受ける奇妙な運命とは。パーフェクトシング・シュトルハイムの誕生だ。バンダイナムコ